皆さんこんばんは、どうもハイチです。ダラダラジオよろしくお願いします。何週ぶりだ何週ぶりだろう。最近はねがっつりも不定期更新になってしまったんですけど、今週はねちょっとシェアしておきたいことがなんか湧き出てくるね感じ。普段もうボイシーでねやっぱ喋っちゃってるのもあって、こう改めてっていうかなかなかないんですけど、今日はちょっとボイシーの雑談枠では収まりきれないなと思ったし、こうダラダラジオでちょっとがっつり、まあ、多分7、8分かな喋らせてもらいたいなと思って、こっちでね喋っていこうかと思います。で、何があったかっていうと、まあ、昨日の出来事なんですけど、昨日小中学生のね動画コンテストの審査員をやらせてもらったんです。で、実は去年もやらせてもらってて、2年連続でね関わらせてもらってるんですけど、なんかすごく心がこう動く瞬間が多くて、それを、まあ、いくつか2つ3つぐらいかなこう伝えたいなと思ったことがあるので、まあ、このできればねコンテストに参加してた方にも届けばいいななんて思うそれはちょっとピンポイントすぎるけど、まあ、思ってはいるんですが、よかったらね聞いていってください。でまず1つ思ったこと、ああそうだね、あのコンテストのちょっとこう概要先伝えておいた方が分かりやすいかな。今年はなんだっけ480件ぐらいだったかな、そう500弱ぐらいの作品がまず応募されたらしいんですよね。でそっから、あと我ら、うちらは関わってないんですけど、まず30に絞ったらしいんですよ、その多分会社の方が絞って。でそっから30から10人のファイナリストが選ばれて、それが今回、ある東京のね会場でプレゼント、その社会というかその動画と映像を見てもらうっていう、でその10人の中から最優秀賞と優秀賞を選ばせてもらうっていうお仕事だったんですね。そうだから、まあ、そこで昨日子どもたちが 1分半90秒のプレゼンと、その後に3分以内の作品を見てもらってみたいな感じだったんよ。で、まあ、去年もさ審査員やらせてもらってるからそこでも話は聞いてたんだけど、子どもたち当然まあ作品作りめちゃくちゃ時間かけて作ってくれるんだけど、プラス、まあ、最終選考に選ばれた10人はプレゼンもめちゃくちゃ練習するらしいんだよね。いやもうそれはもうプレゼン見てたら分かるんだけど、そうでそれをこう見てて、で10人に選ばれたってすごいわけよ、正直すごいんだけど、でもそこからさ、まあ、選ばれた嬉しいで会場来てるけど、でもそこで最優秀とか優秀とかっていう、まあ、賞がさもらえるもらえないっていうのが分かれるじゃないですか。で、まあ、去年もねこう悔し涙を流してる子がいたりとか、まあ、今年もそうだったんだけど、でもなその姿を見ててさ、こうまず思ったのは、こう結果がさ出るから、結果が出るから、まあ、受験で言うんだったら合格不合格みたいな感じの結果が出るから、そこにさ、まあ、喜びとか悲しみとかはついてしまうんだけど、でも本気で頑張ってきたことっていうのはやっぱ伝わるよなってすごくすごく思ったんよね。あの昨日の10人のプレゼン見てて、適当にやってる子なんて当然いないし、その適当の手の字も伝わってこないもん。すごく本気で向き合ってきて頑張ってきて努力して、それがさ、あのみんなの中で全部出し切れたかどうかはもちろんわからないよ、後悔も残ってる子もいると思うけど、それやっぱ伝わってくる。それは本気でやってきたことっていうのは、全員ではないけど全員の心は動かせないかもしれないけど、その本気ってやっぱ誰かに伝わるよなっていう、その思いがすごくすごく届いてきたので、だからこうやっぱり賞をねもらえたもらえないはあったと思うけども、すごくこう本気で頑張ってきたことのかっこよさ、これはみんなもそうなんだけど、もしさ、もしねこれ聞いててさ、今自分が何も頑張れてないなんて思ってる方もいるかもしれないけど、俺は何かしら頑張れてると思うし、もっと言うと頑張れてない自分と向き合って戦ってなんとか変えようっていうことに頑張ってるわけよ今。それもそれでもやっぱかっこいいと思うんだよね俺は。だからなんかその自分の頑張れてることというか、今戦ってることっていう、その姿、その今の事実、この事実がめちゃくちゃかっこいいことなんだよっていうのはね、めちゃくちゃ思ったんですよ。すごくねそれを感じてシェアしたかったっていうのがまず1個で、もう1個はそのみんなもさ、人生生きてたら嬉しい瞬間もあればさ、悔しかったり悲しい瞬間もあるわけじゃん。思い通りにいかなかったりとかさ、願ってる場所のもののとこに行けないとかもあると思うんだけど、でもやっぱその嬉しい瞬間も
まあ、悲しいというか悔しい瞬間もどちらにせよその一瞬のことであって、その先だからもうさ1秒経ったら言ってしまえばもう過去になるのよその瞬間っていうのは。でその過去をさどう生かすかはやっぱり今の自分が決められるとやっぱり改めて思うんだよね。俺がよく過去の事実は変わらないんだけど過去の意味は自分で変えられるってそういう風に思ってるのね。そうやって生きてるんだけどさ、だから例えばうまくいかなくて賞がもらえなくてね、みんなもなんか思い通りいかないことがあった時にそれをまあ辛かったり悔しかったり悲しかったりする時はあると思うんだけど、でもそれをさどうバネにするのか、自分のね、うん、自分にとってのバネにするのかっていう、どう考えると自分にとってのエネルギー源になるのかっていう、風にすることはできるわけよ。でもその悲しかったこと悔しかったことをずっと引きずっちゃって、もうダメだ俺なんてみたいな、私なんて絶対もう頑張っても意味ないじゃんみたいな風にマイナスに引っ張ることもできる、そういう意味をつけることができるけど、でもやっぱそこをマイナスの意味にするのかプラスの意味にするのかっていうのは今の自分が選べるのよ。どんな瞬間だってすぐに過去になってしまうから、やっぱそこはすごく思った。で逆にうまくいった方、そのね賞をもらえた方とか、自分のね思い描く結果が得られた方もそうだけど、でもその瞬間めちゃめちゃ喜んでいいよね。すんごい頑張ったその成果がさこう実を結んだ瞬間だから喜んでいいんだけども、でもそれもやっぱ言ってしまえば過去になっちゃうのです。その過去に引っ張られて、過去の栄光に引っ張られて、過去の栄光が足を引っ張る人ってめちゃくちゃ見てきたから、そう、俺昔はこんなすごかったんだぜっていう昔の過去の栄光に引っ張られると足かせになんだよね。そうだから俺は基本的に過去の栄光みたいなのをポイ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 って結構捨ててっちゃう人なのよね。やっぱ一番分かりやすくやってたのは、まあ、塾講師の時、塾講師の時も3年間やってたんですけど、あんま言ったかな、あんま言わないかもしんないけど、結構ずっと毎年賞もらってて、その塾でそう表彰状とかトロフィーとかいっぱいもらってたんですよね。塾辞めた時に全部捨てたもんね。全部捨てたそう、燃えるゴミと燃えないゴミとっつって、だからまあ別にさ取っとくものは取っときゃいいって言うんだよ。それ全部捨てろってわけじゃなくて、みんな頑張ってきた賞状とか捨てる必要ないし、俺も息子の絶対捨てないもん、全部きれいに保管してるんだけど、そうでもそれをいい思い出、例えばさすごい自分が今なんかうまくいかなくて落ち込んだ時に、違う違うって、努力したら頑張れてた自分いるじゃんって、結果出せる自分いるじゃん、だから頑張ろうって思うことができるんだったら、それはすごく大事なものとして取っといてほしいし、でも俺やっぱり塾辞めた時に塾の時こんなにできてたんだからみたいな、なんかいらないなと思ったよ。それ感覚だと思うんだけど、だからなんか自分のやっぱり過去の栄光も過去の辛かったこともどういう意味にするのかっていうのは今の自分が選べるんだよって、選ばなきゃいけないんかよじゃなくて、選べるんだよって、好きに使っていいんだよって、そうっていうのはなんか改めてすごく大切にしたいなと思って、いつも言ってることなんだけどねちょっと今日はこのダラダラジオで喋らせてもらいました。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、最近はもっぱら不定期配信なので、また次回がいつかは分かりませんけども、どっかの日曜の夜にひょっこり、投稿させてもらう日があるかと思いますので、よかったらまたね見かけたら聞いてやってください。では、今週1週間もねお互いまた頑張っていきましょう。明日は私岐阜県で、先生方向けに研修の講師をやってきます。また公園でね喋ってきますので頑張るぜ。今週もねお互いいい習慣にしていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ、ゆっくり休むんだよ、おやすみなさい。